こんにちは、バイアンドです。今回は好きになっても絶対に付き合わない方がいい人の特徴についてお話ししていこうと思います。付き合っても絶対長く続かないし、そもそも関わらない方がいいぜっていうのが、まあ、何タイプかいるんですよね。こういうタイトルを出しちゃうとね、そんなこと言ったって僕はあの子のことが好きなんだから絶対に告白するなんていう風に言う人もいるかもと思うんですけど、まあそれは全然構わないですよ。まああくまでもその人のことを全否定するわけじゃないんですけど、ちょっとね注意した方がいいよっていう人を今回は全部で4つ挙げさせていただこうかなって思います。ということでバイアンドチャンネルスタート。バイアンドチャンネル1つ目は秋っぽいっていう言葉を使ってる人です。結構こういう人見かけたことありませんか？私も実は過去に割と私って本当秋っぽいんだよねっていうこと実は本気で言ってた人なんですよ。なんでこれ秋っぽいっていう言葉使ってる人といるとちょっといけないかっていうと、人の脳ってすごい面白くて、脳は喋ったことを自分のことだっていう風に認識してしまう性質があるんですよ。例えばなんですけど、人の悪口めっちゃ言ってる人っているじゃないですか。例えばあいつマジでブスだよねとか、あいつ本当キモいから死ねよっていう言葉仮に誰かに発したとしても、でも今話したみたいに脳って言ったことを自分のことと認識してしまう傾向があるので、結果的にそれが自分に対しての言葉だと考えてしまうようになるんですね。なのですごい面白いことに、ブスだブスだって言ってる人って自分がだんだんブスだっていう認識をしてしまうっていうことなんですよ。こういうことを言ってる人の方が実はすごい病みやすかったりとか、精神的な病にかかりやすい傾向があるとも言われてます。まあ、今回ちょっとね、私が恋愛チャンネルっていう形でね、まあ皆さんにお届けしてるっていうのがあるので、今回その話するのはあくまでも恋愛観点に関してなんですけど、秋っぽいんだよね私って言ってるのは自分自身が本当に秋っぽいから秋っぽいって言ってるのではなくて、実は秋っぽいと言ってることによって自分が本当に秋っぽい、めっちゃ秋っぽいって言い過ぎてちょっとわからなくなってしまった。もう一回実際自分のことを私すごい恋愛において秋っぽいんだよねって言ってる人は、その言葉によってだんだん自分が本当に秋っぽくなってしまってるっていうことにもなります。言うきっかけ自体は何かあったのかもしれないんですけど、でもそれを誰かに言うことによってどんどんその性質がより自分にとってすごい認識されやすくなってしまうってことですね。ということで以上のことを踏まえ、秋っぽいとか長く続かないようなこうネガティブな観点の話を自らする人っていうのは、実際に付き合ったとしても結構長続きしなかったり、本当に相手がひょひょいっちゃったりするかもしれないので、そんなところをちょっと注意しておきましょう。2つ目はカバンの中身が汚いということです。カバンの中身っていうのはその人の自己管理のなさが現れてる場合が結構多いです。例えばメイク道具がガサツに入れられていたり、ゴミがそのままカバンに入ってるなんていうのを見たことある人いませんか？もしかすると今自分のカバンの中身をチェックしてそういう風になってるっていう人がいたら、その場合もちょっと気をつけた方がいいかなと思うんですけど、カバン自体はまあすごい綺麗でね、可愛いものとか使ってるのに中身がすごいぐちゃぐちゃしてるとか、なんか物を、ね、放り込んでるっていうパターンだと、表面だけ良くしてればいいっていう心の表れだったりします。もしもカバン中身が見れないっていう人は、お会計の時とかに財布の中身とかはぜひ見てほしいです。財布の中身で結構レシートがパンパンに入ってたりとか、プリクラ入れ放題みたいな人がいると、まあ、ちょっとそういうところでもすごい管理ができてない人とか、普段からこう見てるもんなのにパンパンなのを平気だと思っているっていう心の表れなので、将来的に仮にカップルになったとしても目に見える問題に取り組もうとしないとか、自分のことを棚に上げて相手のことばっか責めるとか、そういったこう人間的な問題にも少し関わってくる場合があります。もしも見る機会があればぜひ相手のカバンの中身、または財布の中身、ポーチの中身ちょっと見てみてください。ちなみになんですけど、財布が手元にあったので財布ちょっと見てみようと思うんですけど、私は割と整理整頓できてました。ちょっとお札がないことが寂しいですけどね。あとはレシートはね5枚ぐらい入ってましたね。ちょっと予備軍みたいな感じになるかもしれないんですけど、今頑張ってることとか好きなことが何もない人です。もしかすると結構ね多いなって思う人もいるかもしれないんですけど、こういう人、もしこの動画見てる人でこういう人がいるならば、相手もそうだしあなた自身も含めて絶対に何か一つは好きなことだったり趣味とかを見つけてから恋人作った方がいいです。そもそも長く続けるカップルの特徴っていうのがあるんですけど、これの代表的なものにお互いが恋愛に依存しすぎてないことっていうのが挙げられ
ているんですよ。中には共依存って言って、逆にお互いが恋愛に依存し合ってるからうまくいってるっていう場合もあるんですけど、多くの場合がどっちか一人が恋愛に依存していて、どっちか一人が恋愛に依存してないっていうアンバランスな状態の方が多いんですね。カップルになってからそういうのって分かることが多くて、なかなかカップルじゃない状態は、あるいはカップルでない相手のことがただ好きな状態で、結構このことって考えづらいと思うんですよ。どんなに最初は好きって思ったとしても、相手が毎日ねえ今日いつ帰ってくるの、なんで私の LINE は返信してこないの、私のこと本当に好きなの、なんていうことをしつこく聞かれると、正直めっちゃ鬱陶しいなって思いますよね。束縛気質になる人だったり、恋愛依存に陥りやすい人っていうのは、それ以外に考えるものがなかったりやっぱり多いんですよね。なので、相手のことを仮にめっちゃ可愛いなとか、まあ、すごいかっこいいなと思ってアプローチしたとしても、質問した時に、あ、好きなこと全然ないなとか、熱中してることか、まあ、ゲームかな、それ以外ないかな、だったり、頑張ってること、いや高校の部活で終わっちゃったかなっていう言い方をされて返された場合は、こういう人を好きになったとしてもうまく続ける可能性が割と低くなってしまうのと、あとはあなたに超依存されるか、またはすごいお金だけ利用されるとか、何か性欲を満たすために利用されるなど、ちょっと関係を維持するのが辛いなっていうパターンに一番なりやすかったりするので、注意してみてください。最後は第三者への態度がきついことです。これはもう正直、第三者の態度がきついっていうだけで、まあ、若干ねちょっとやばいなと思うところもあると思うんですけど、例えば相手があなた以外の誰かと話してる場面ってどれぐらい知ってますか？例えばこれがクラスの誰かとかだったら、もちろん常日頃から見ていたりすることあると思うんですけど、そうじゃなくて相手のプライベートな時間とかをなかなか知らないなっていう環境にいる場合だと、あなたの思ってる相手の印象とその他の人から思えてる相手の印象が違いがすごいあることって結構多いです。ね、これは特に家族と話してる時や、友達と話してる時だったり、店の店員と話してる時や、給油と話してる時などに特に出やすいです。気になってる人に対して自分のことをよく見せようと思う人って腐るほどいるんで、もしもあなた以外の人と話しているっていう場面に遭遇した際に、ちょっと自分と話してる時の態度と違うなと思ったら、正直その自分以外の人と話してる時の印象の方が相手の本性だと思うことをおすすめします。さて、今回の動画いかがでしたでしょうか。まあ、結構いろいろ話させてもらったんですけど、正直、まあ、このどれかに当てはまったとしても、それでも好きだなと思う人がいるんだったら、全然それはね、恋愛としてはすごい素晴らしいことだと思うので、それを抜き通してくださいっていう感じではあるんですけど、こういう風にね、ちょっとまあ付き合ったとしても続かないよなっていう人だったりとか、結構ね、相手の本性をもうちょっと探った方がいいぞと思う人とかが、割と今言った4タイプの中には潜んでたりするので、もしも結構当てはまってるなっていう人がいたら、相手のことをもうちょっとこう見てあげた方がいいんじゃないかなっていう風に思います。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご清聴いただきありがとうございました。まやのでした。バイバーイ。うーばん。